女優として数多くの映画、ドラマ、舞台、CM に出演されている中村ゆりさん。2020年1月6日から始まる、グルメ&恋愛ドラマ、今夜はこの字で、BS テレ東では、浅香滉大さんとの W 主演を務めます。民放連続ドラマでは初主演です。そんな中村ゆりさん、どんなプロフィールや経歴をお持ちなのか、ゆりマリアパッチギ、年齢や結婚、彼氏、話題となった林遣都さんとの交際や母親、家族、飼い犬2匹のインスタについてなど、気になったので調べてみました。中村ゆりさんのプロフィール。名前、中村ゆり、中村ゆり。本名、聖ゆり、孫ゆり。出身地、大阪府寝屋川市。国籍、韓国。生年月日、1982年3月15日。年齢、39歳、執筆時。身長、164センチメートル。体重、42キログラム。血液型、AB 型。所属、アルファエージェンシー。経歴、中村ゆりさんは、オーディションバラエティ、アサヤンで1996年に開催された歌手をオーディションに合格。2人組ユニットゆりまりのゆりとして、1998年にデビューします。ゆりまりは翌1999年に解散します。左が中村ゆりさんです。3年間の活動休止期間を経て、映画プロデューサーの勧めでオーディションを受け合格したことをきっかけに、2003年から女優として活動を始めます。2007年、沢尻エリカさんが主演の映画、パッチギの続編の、パッチギ、ラブ&ピースに、在日韓国人キョンジャ役で出演します。中村ゆりさん自身も韓国籍、父が在日3世。母が韓国生まれであることを明かします。この作品で全国英連賞、女優賞、第3回大阪シネマフェスティバル新人賞を受賞します。2008年にはザ・カンパニーの舞台1945に出演。以降も数々の映画やドラマ、舞台で活躍されています。中村ゆりさんの母親とは、中村ゆりさんは、2019年7月28日に自身のインスタグラムに、若き日の母、と題して、お母様の写真を投稿しました。その写真に、綺麗、美しいという声が多数寄せられました。2018年6月は、お母様の兄、中村ゆりさんにとっておじ様と一緒の写真を投稿しています。小学生以来の再会だったそうです。中村ゆりさん結婚旦那は、林遣都さんとは、中村ゆりさんは、2018年7月に、俳優の林遣都さんとのデート姿が週刊誌に報じられています。中村ゆりさんと林遣都さんとは、2010年、映画、パレードでの共演が出会いでした。年齢差9歳ですが、林遣都さんからアプローチしたのだそう。2014年に交際が報じられていて、2017年には焼肉デートする姿が撮られています。そして、2019年12月28日に、週刊文春デジタルで、林遣都さんと島崎遥さんの交際、破局が報道されています。このことから、中村ゆりさんと林遣都さんは別れていたことがわかりました。2019年6月頃には、林遣都さんと島崎遥さん二人のデート姿の目撃情報が寄せられていたそうです。このことから、2018年7月から2019年6月の間に、中村ゆりさんと林遣都さんは別れていたということになりますが、真相はどうなのでしょうか。そして、中村ゆりさんは現在、結婚している、彼氏がいる、などの報道は見つかりませんでした。犬2匹、中村ゆりさんは、犬を2匹飼っています。インスタにたくさん登場しています。白い犬は、ブニちゃんといって、犬種はチワワのようです。黒い犬は、テンちゃんといって、犬種はポメラニアンとのこと。2匹ともとても可愛いです。2020年1月6日月曜、BS テレ東、今夜はこの字で、がいよいよ始まります。浅香滉大さんとの W 主演、二人
二人とも民放連続ドラマ初主演ということで、気合が入っているのでしょうか。どんなドラマ、便利が見られるのか、楽しみです。以上、中村ゆりさんについて、でした。